の昔、世界に四つの希望が現れた。人は希望へと集い、四つのペリシティリウムを築く。ペリシティリウム、それは人々の信仰と秩序、そして歩むべき四つの道。一つはスザク、心をかける炎の翼。一つは白虎、地を抱きし鋼の貝。一つは僧侶、空を渡る汚れなき瞳。一つは玄武、刃を秘める堅牢な盾。そして九と九が九を迎えるとき、根源なる意志、世界にフィニスを与える。世界の名はオリエンス。それは螺旋の内をめぐるアギと待つ世界。時代を切り開き、我らは希望の道を歩み出さんとしている。時は来た。そう、新たな時代の幕開けだ。ペリシティリウム白虎を擁するミリテス公国は、隣国であるスザク領ルブルムへの侵攻を開始する。宣戦布告と同時に国境付近へ集結していた公国軍は、ルブルム各地に進軍を開始。同時刻、別動隊によるペリシティリウムスザクへの奇襲を敢行。その部隊には武士が含まれていた。武士を用いた国土侵略行為、これはオリエンス4カ国が定めたパクスコーデックに対する重大な規約違反である。主戦力とする公国軍に対し、ペリシティリウムスザクは魔法を持ってこれに応戦。その魔法によって呼び出される召喚獣の圧倒的な力は戦艦をも凌駕し、公国軍の奇襲は失敗するかに見えた。しかし白虎ルシー軍に率いる特殊部隊がスザクの攻撃をかいくぐり、新兵器クリスタルジャマーを発動、スザククリスタルの完全な無効化に成功する。魔力の源を断たれたスザク軍は戦力の大半を失い、なすすべもなく制圧されていった。広告元帥シド・オールスタインはスザク174代院長ハリア・シバル6世に、スザク全軍の武装解除およびクリスタルの引き渡しを要求。クリスタルの加護を失った帰国に選択の余地はない。猶予は6時間。要求が飲まれる場合、我が軍の殲滅作戦により多くの血が流れ、スザクはその名のごとく赤く染まるだろう。
9は